テキサスヒストリカルマーカーフォーザ、テキサススクールブックデポジトリー、テキサス教科書倉庫、現在のダラス軍管理棟は、テキサス州ダラスの D.E.D. プラザに面する7階建ての建物である。1963年11月22日、この建物の見晴らしがいい地点から、リー・ハーベイ・オズワルドが、アメリカ合衆国のジョン・ F ・ケネディ大統領を暗殺した。 倉庫の従業員だったオズワルドが6階の南東の角からケネディ大統領を射殺した。撃たれて30分後にケネディ大統領はパークランド記念病院で亡くなった。この建物は記録に残るテキサス州歴史建造物の一つであり、ダラスのダウンタウンのウエストエンド地区のエルム通りとノースヒューストン通りの南東の交差点にあるエルム通り411番地にある。この建物の土地は 元々は、ジョンニー・リー・ブライアンが所有していた。1880年代、マクシム・ギガコの物件でワゴンショップを経営していた。1894年、ザ・ロック・アイランド・プラウ・カンパニーが土地を買収し、4年後にテキサス支部のザ・サザン・ロック・アイランド・プラウ・カンパニーとして5階建ての建物を建てた。1901年、建物が落雷で、ほぼ全焼した。1902年、 商業用のロマネスクリバイバル建築形式で再建され、7階建てに拡張された。1937年、ザ・キャラウェイ・バード・コーポレーションが物件を購入したが、ローンの債務不履行に陥った。1939年7月4日、購買に出され、デイビッド・ハロルド・バードが購入した。バードの所有化で、建物は1940年まで空き物件だったが、 食料品の卸売業者、ジョン・セクストンカンパニーがリースして、セクストン・フーズが販売、流通、アメリカ南部と南西部への流通の支店として使った。1961年11月、ダラスのリーガル街650番地にある最新の流通施設に移転した。その時まで、地元では、セクストンビルとして知られていた。建物は、リファビッシュされ、間仕切り、 カーペット、空調、そして新たに乗用エレベーターが最初の4階層に追加された。1963年、建物は非公開会社のテキサス教科書倉庫社により、教科書と関連物品の多層倉庫、受注処理センターとして使われていた。上層階が過去のテナントが貯蔵した品による油買いを受けていたのが判明したので、会社は油から書籍を守るために、 後半で床を覆い始めた。作業は、ケネリ大統領の車列が来る直前に6階の西側で始まり、見渡す限りが混雑したままで、在庫が東の壁のあたりに移動され、その間に積み重ねられた山が、いつもより高く積まれていた。1963年11月22日、倉庫の臨時従業員として働いていた、リーハーベイ・オズワルドが、 大統領の車列に向かって、6階の窓から3発、撃った。テキサス教科書倉庫車は、主要の建物から、数ブロック北にある、ヒューストン1917番地で、第2の建物を管理していた。小規模の4階建ての建物は、パレードのルートから適度に離れ、ヒューストンの右細部分で半分隠れていた。オズワルドの監督者、ロイト・ルーリーは、ウォーレン委員会において、 勤務初日にオズワルドを他の建物に配属させる選択肢があったと述べた。曰くオズワルドとその他の同僚が同じ日に出勤届を出しており、私は倉庫で彼らの中から一人必要だったのでオズワルドを選んだと。第二の建物は最終的にウッドル・ロジャース・フリーウェイの道路建設のために取り壊された。ダラス市長の2期でウェスワイズは ダラスを暗殺の暗雲が立ち込める中から脱出させ、同時期にテキサス教科書倉庫を差し迫った破壊から守り、大統領暗殺のさらなる調査のために保存した。テキサス教科書倉庫社は1970年に引っ越して所有者のデイビッド・ハロルド・バードがオークションでテネシー州ナッシュビルの音楽プロデューサーでケネディの記念品を集めていた EN ・オーブリー・メイヒューに建物を売却した。 1972年に所有権がバードに戻り、1977年にダラス軍政府が購入した。建物下部の5改装が軍政府の役所として使うために改装され、1981年3月29日、ダラス軍管理棟として完成した。1987年の大統領の日に、6階が暗殺関連の展示を行う。 6フロア博物館として一般公開された。2002年の大統領の日に7階のギャラリーが開業した。ギャラリーは2002年2月18日に開業してピューリッツァー賞の写真、キャプチャー・ザ・モーメントの展示が行われた。250万ドルをかけた改装で7階の収納区画が博物館の新しいギャラリー区画に変わった。この区画で掲載されている。 その他の展示品にはアンディ・ウォーホルの作品も含まれる。2010年5月4日、押し込み強盗がシックスフルア博物館から金庫を盗み出そうとしたが、警備員に見つかって未開封の金庫をトラックの荷台のウィンチに吊り下げたまま逃亡した。ありがとうございます。